すね。いいっすか。いいっすか。いいっすね。はい、感じ出てますか。かいい。これ最初デザインだとこれ入ってなかったですよね。はい、そうですね、うん。ちょっと寂しいなと思ったんで、うん、ロゴを貼り付けてみました。確かに。真ん中にあるとなんか統一感が出ますね。まあちょっとあとはもうこちらがリンゴになってるんで、まあ、こっちのハートにするとか、うん、その辺の微調整を今から、うんしていくということでお願いします。着てから、サンプルチェックということで。あ、はい、来た。じゃん。ぽい。かわいい。あ、すごくお似合いです。やっぱちょっと上目にしたのがいいですね、ロゴをね。ね。そうです、うん、あとは。なんか思ったより子供っぽくなくないですか。うんうん、鏡を持ってくるので、いい位置に、はい、うん、あ、テープが。どこに置きたいか。真ん中ですよね。ハートが真ん中に来るように。あとは高さだけだと思うんですよ、問題は。これはだからプリントをハートにした方がいいよ。ハートじゃん。ハートは赤にした方がいいよね。おしゃれ。おしゃれ。でもいいのかな。これ、うん、確かに下がちょうどいいかな。確かにそうですね。これだったら下に置くといいよねっていうのも分かって。ちょっとちっちゃいのじゃん。そう。うん。襟に入ってるのも可愛くないですか。楽しんどるね。それも考えたんですよ。そうそうそう。楽しんどるね。いや、いいと思います。うん。すごいいいと思います。あら、来た。これ可愛い。うん、これだ。そこで行きましょう。うん、それいいと思う。後ろは前だけ、うん、前だけつけるとしたら後ろは別にここのラインがあるので、あるから寂しくないと思う、デザイン、うん、あれもう決まっちゃった？いいね。はい、言い方変です。こうやって作られるんですよね。そうですそうです。このここでは、だから来てもらって、うん、そのモチーフの位置であるとか、ね、その辺をすごく何回も着用しながら、これめっちゃ可愛い。ちょっと失礼。急に関西の佐藤さんに触発される。このなんかすごい新しい感じ。着ると違うね、やっぱり。違う。なんか大人っぽいですね。うん。なんかもうちょっとやっぱ薄くてもいいのかな。グレーっぽいっぽいですか。いや、それその色でいくか、うん、もうちょっと違う色にするかですよね。あのね、すっげえ難しいです。結構それ難しい色だと思うんですよね、うん、その合わせるのに。うん。すごいオリジナリティが出てますよね、でもね、うん、色としても。の日焼けが気になる人はこう立てたらいいし、あの襟っぽく作る場合はこう折れば、あのプロ襟のようになるんで、これいつも人気の襟なんですけどね。かわいい。袖口もうちょっと締めたくないですか？そんなもん。うん、そんな気にならない。袖口締めたくないかということと、袖の長さですね。そこ気にならなければ、そこだけちょっと確かに調整して見てもらった方が。振った時に引っかかれへんかどうかだけ。それで大丈夫ですか？うん、伸びるでしょ、その時。伸びるんだよ、こうやって。そこも伸びる。この横も横も伸びる伸びる。本当だ。全然伸びます。今私この下にヒートテック着て、ここに袖を、あ、そうか、入れてるのね。やっぱ袖締めた方がいいですね。締めた方が確かに。こう今こう浮いてるのが、うん、こう立ってるのがこう収まってくるので、うん、もっとこう馴染むと思う。丸っこく、はい、そうなるとかっこいい、かっこよく、うん、そういう風になるとかっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。どうやったかっこいい。あ、そう、両方あって比べてみたらどうですか？こっちだとやっぱこのリンゴルフ感ね、出ます、ね、で、反対側見てもらいます。高級、悩む。もともとのグレーもあるよね。袖絞って、あのキラキラじゃないやつ。あー、シルバーの、サテンのシルバーの、うん、あ、でもこっちでも可愛い、うん、意外と、こっちの方がサテン、そう、サテ、今持ってるサテンの方が、あの、スッキリ見えますよね。ギラギラしてるから、その今ラメの方は、うん、リンゴがちゃんと分かる、うん、このサテンのリンゴは可愛い気がする。うん、これ色によってあのリンゴの色を変えてもいいんですよ。あ、そうですね。だからこのシル、グレーにはシルバーにしてもらってもいいし、うん、あの白にはグリーンに してもらってもいいし、うん、そういう風にしていけば、まあ、あのどっちが好きな人にも、うん、あの販売できると思うし、どんどんね、アイテム広げたくなるでしょ。はい、全然大丈夫です。汗袖もやったの？はい、汗袖締めました。こんな感じでいきましょうか。ね、いいですよね。すっきりした、うん、すごくかっこいい。いいんじゃないですか、うん、
あ、かわいい。かわいい。固定してもらいながら、これに決めた、買った人はどんな気持ちになりそうですかね。なんかその着る方の雰囲気によると思うんですけど、かわいい感じにもかっこいい感じにも着れそう。でもこれ多分普通のなんか黒パンでもかっこいいと思うんですよ。なんか今その出てるリンゴルのなんかここがリンゴル風って書いてある、あ、はい、ロゴのこんなやつ、ネイビー、うん、かわいいかな。青でしょうね、うん、いろんなコーディネートできると思う。パンツでもスカートでもショートパンツでもね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。届きました。ででん、ちょっと楽しみ。おお、わ、かわいい。え、めっちゃかわいい。どうですか、どこら辺がお気に入りですか。え、全部。そう、なんか思ったら子供っぽくなってないですね。いい感じのアクセントで横に置いてよかったですね。最初ワッペンみたいに置いてた。そうそう、この辺にしようか思ったけど、いい感じですね。なんかこのぐらいちょっとなんか派手なポイントがある方がゴルフウェアでいいんじゃないかな。お、吸水速乾 UV 素材、機能もいいですね。ノースリープ。え、めっちゃ可愛い。え、わ、黄色めっちゃいい感じに仕上がってる。あ、こっちは銀色なんだ。可愛い可愛い可愛い。すごい、思ったよりすごいなんか想像以上に可愛く仕上がってる。どこがお気に入りポイントですか。え、やっぱこれはここですか。あ、そこは全部って言わないから。あ、そうだね、ここが特にすごいこだわったもんね。これなんか首元にちょっとこういうアクセントがあるだけで、なんかネックレスみたいなアクセサリー効果があるかと、うん、黄色いいね。え、てかめっちゃ可愛くないですか。ちょっとなんかレースじゃないんですけど風な、ね、え、かわい、え、めっちゃ可愛い。やっぱこのねキラキラがいい感じのアクセントで、え、しかもあのリンゴがちょっとこうちっちゃい感じがこうちょっと大人というか40代50代の方とも巻きやすいんじゃないかなと思います。これも途中でここにあったのを足が太く見えるからってことで、はい、そうですね、下の方 に、ね、で細く見えるようにね、あえてこうリンゴが伸びない。こっちはちょっと伸びちゃう可能性もあるんでね、筋肉質だからちょっと履きづらいかな。いい感じ。あ、しかもすごいふかふか、ここふかふかなんで多分クッション性があるんだと思うんです。なのであの傾斜のきついゴルフ場とかでも足が疲れにくいんじゃないかな。これがもう予約開始されていて、はい、あ、もう開始されてるんですか。はい、もうこの動画が上がる頃には。あ、はい、かわいい。ちょっと、はい、他の色も見たいですね。かわいい。なんかこういうデザインないですよね。ない。なさそうで、ありそうでないです。皆さんこれちょっと楽しみにしててください。はい。